マルチスペクトル画像に対してセマンティックセグメンテーションを行うことで例えば土地の被覆の様子を把握するといったことができるようになりますこの技術を衛星画像や航空写真そしてドローンから撮影した画像に適用することで例えば森林のモニタリングや都市のモニタリングといった解析ができるようになります特に近年ではディープラーニングの発達によって これまでのルールベースのセグメンテーションでは難しかったような柔軟な解析ができるようになってきています。それでは MATLAB を使ったマルチスペクトル画像のセマンティックセグメンテーションの処理の流れについて見ていきましょう。このスクリプトは Web のヘルプドキュメンテーションからも詳細なものを見ることができます。今回使うデータセットはあらかじめ学習用の画像、 そししてて有効な画画を示しているマスク画像最後にそれぞれのピクセルをラベリングしたラベル画像に分かれています一般的にはユーザーが自らラベリングをしていく必要がありますマットラブの中にもラベリングのためのツールがいくつか用意してあります実際にどのような流れでラベリングをしていくのか見ていきましょう これはイメージラベラーというラベリングのためのアプリの画面になりますラベリングを進めていきたいと思いますオーソドックスな方法としてはこのようにラベリングしたい領域をマウスで指定しながら線を引くという方法がありますラベラーにはこの作業を効率的に行っていただくためのいくつかの補助機能があります 例えばこの補助付きフリーハンドという機能を使っていただけますとご覧のように自動的に線が境界に沿うように引かれますのでクリックの回数を減らしながらもより正確にラベリングを行うことができます他にも塗りつぶしといった関数を使って一度に領域を指定する方法や あらかじめ作っておいた自前の関数を使って画像全体を一度大まかにラベリングしてしまって必要な範囲についてのみマニュアルで修正を加えていくといった方法で効率的にラベリングを進めていくことができます。1点注意点としましてマルチスペクトル画像をラベラーでそのまま読み込むことはできません。ですので事前に True カラー画像やフォールスカラー画像といった RGB 画像を作成し これをピング形式などで保存しておいてラベラーに読み込ませて使ってください。ラベリングが済んだら次に学習用のデータセットとラベル画像をデータストアというオブジェクトに格納していきます。このオブジェクトは一定サイズのパッチを元のマルチスペクトル画像からランダムに切り出して学習するためのネットワークに投入していきます。 このオブジェクトを使うことでメモリを効率よく使って学習を進めていくことができます。次に学習させるネットワークを作っていきます。今回は UNET と呼ばれるネットワークを使います。こちらの CreateUNET という関数を使ってネットワークを作ります。次に学習に進んでいきます。学習時のオプションを設定し、 トレインネットワークという関数で学習を始めます学習済みのネットワークはネットという変数で保存します学習済みのネットワークを使って検証用の画像に対してセグメンテーション処理をしていきますこちらもセグメントイメージという関数で行いますセグメンテーション画像の結果を見ると ノイズが含まれていることが分かったので今回は後処理としてメディアンフィルターを,使ってノイズを除去しましたこのように MATLAB ではセグメンテーション処理本体以外でも前処理や後処理で使うことができる画像処理の関数が多く備わっています最後にセグメンテーション結果の定量評価やさらなる解析として 色性被覆の面積比率の計算を行いました面積比率の計算といったような画像ベースの解析の他にも例えばある画素が時系列でどのように変化していったかといったような時系列信号処理といった解析も MATLAB を用いて行っていただくことができます。